とことんとこいとうとアシスタントのくーちゃんです。はい、今日は10月の7日、今日もこの2人でやっていきますよ。はい、今日はなぜこう手袋をしているというと、今日見つけちゃいましたよ、こちらのいいですか、皆さん。またちょっと今日も気持ち悪い動画で申し訳ございませんけども、こちら、いやー、こちらの毛虫、先日ですね、僕なんかズボンにうわチクーンとチクーンとしたんで、うわ蜂に刺されたと思ったんですよ。そうしたらこいつがいたんです。こいつに刺されると痛いですよ。そしてずっと痛がゆくてなかなか治らないんです。イガラガっていう、ちょっと舌を噛んでしまいそうな名前なんですけども、イガラガの幼虫です。はい、皆さん、ロザリアの皆さん、この毛虫だけは気をつけてくださいよ。本当に刺されると痛いです。蜂に刺されたかと思います。はい、これをちょっと高いところにいたんで、ずっと気づかずに、はい、いたんですけれども、今日見つけちゃいましたので、それを、はい、駆除していこうと思いますよ。今日もちょっと気持ち悪い動画ですいませんけども、ロザリアンの皆様の多少のお役に立てると思ってこの動画を出しますね。はい、そして今日は香りのバラの、今日もカットと香りのバラで遊んでいきましたので、はい、お口直しにそちらの方もよろしければ見ていってくださいね。ちょっと毛虫が嫌な方は目を閉じて飛ばしてくださいね。はい、ではでは、本日も最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、くーちゃん、どこにいるか探してみて。あー、どこさん、ここここ、うわ、いたね。これはこっちにも、いやいや気持ち悪い。こことここに2匹もいる。うわ、これは気をつけて取らないとダメだね。いや最悪に気持ちが悪いね。よし、ポトンと落ちないように気をつけて取ろうね。いやよいしょ。うわ、食べられた葉っぱの近くを気をつけてみないとダメってこと。うわ、やっぱりいた、やっぱりいたね。こう葉っぱが食べられて、この裏にそーっと静かに潜んでるってことだね。なるほど、葉のないところを探すってことだね。そうだね。ここと、うわあ、そこにもいる。ここにもいるね。いやあ、そこにもいるね。気持ちが悪いね。いや、これはチューレンジハバチ、これはチューレンジハバチ、チューレンジハバチも相変わらず気持ちが悪い。よりよりはマシ。もうこういうところからガーッと生まれてドバーッと広がるんですよね。はい、よし、とりあえず大体駆除したみたいですね。うわー、こんな感じでいっぱい捕まえたね。いやー、まあ綺麗って言いや綺麗ですけど、気持ちが悪いですね。
結構こいつに刺されると痛いんで気をつけてください皆さん。はい、では朝のルーティン香りのバラカットしていきましょう。デュアルマネ綺麗に咲いてくれておりますよ。クロードモネも綺麗です。そしてストロベリーアイス綺麗ですね。それから今日はエンジェルフェス綺麗に咲いてくれてますよ。そして今日はローズポンパドゥールですね。最高に綺麗です。いかがでしょうか。はい、そしてエーボン赤いバラ綺麗です。はい、そしてシェーラザード綺麗に咲いてくれておりますよ。そしてクロシェも綺麗に咲いてくれておりました。今日はロザリーもいいですね。可愛く一輪咲いてくれておりますよ。そしてレモンタイムもカットしておきましょう。今日は、はいですね、ゴールデンクイーンタイムもカットしましょう。ああ今日も綺麗に咲いてくれたねくーちゃん。うん、そうだね。今日のバラたちいかがでしょうか。皆さん綺麗に咲いてくれましたよ。じゃあ天空スタンドにかけていこうか。うんうん、かけていこう、かけていこう。はい、これで手ぶらで香りのバラが楽しめるシステムですよ。いかがでしょうか。はい、今日はどの子が一番いいかな、くーちゃん。香りはやっぱりロープズルポンパドゥールか。カミカミじゃん、くーちゃん。ローズポンパドゥールか。うん、ローズポンパドゥール最高。うん、最高だね。この子は最高です。だいぶ花びらも多くなってきましたし、最高ですよ。いかがでしょうか。あー、とってもフルーティーで甘いね。あー、最高だ。うー、エーボンも甘い。そしてクロシエも、あー、とってもミルガで甘い香りがします。このミルガとティーの最高の香りですよ。そしてこちらの隣のエンジェルフェイス、エンジェルフェイスいいよね、くーちゃん。うー、そうだね。あー、エンジェルフェイスのこのブルーの香りは最高。なんだか昨日と同じこと言ってますけども、はい、最高ですね。今日もいかがでしょうか。そして上段のこの、あー、シェーラザードもいい香りです。あ、ロザリーはほのかに甘いかな。そしてこちらの、はい、クロードモネもいい香りです。うん、ストロベリーアイスもほのかに甘いですね。こちらのタイム、ハーブのタイムもいい香りです。みんなとっても今日もいい香りだね。うん、そうだね。はあ、クロードも、高速くるくるだ。うん、あー、まさに香りの
メリーゴーランドやあのローズポンプドゥさあ香りのバラで遊んでこうかクーちゃん、そうだよね、遊んでこう遊んでこう。はい、まずはいつものようにこちらの妖精ちゃんで遊んでいきましょう。完成といたしましょう。いいですね。はい、では次にストローケンさんで遊んでいきましょう。はい、今日はこんな感じで完成としておきましょう。綺麗にできました。本日の動画いかがだったでしょうか。また毛虫の動画で申し訳ございません。でもちょっとロザリアンの皆様に注意喚起を促さないといけないので、あえて動画として出しましたよ。中レンジ鉢とか、あとは細い足部とくちばの幼虫なんかは芋虫なんで刺さないですけど、あいつは刺してくるんです。あっちからこう飛んで蜂のように刺してくるわけじゃないですけども、間違って触ったり、はい、なんかすると刺さるんですね。本当に足に刺された時は痛かったです。もう皆さんも気をつけてください。あのパステルカラーの綺麗な色をしてるんですけども、トゲがあって毒があるんです。気をつけてくださいね皆さんも。はい、ではでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね、またね。君の一族と私の一族はもともと一つの王家だったのだ。はい、これが分かった方は相当。はい、ジブリ好き。